そんなに長い坂じゃないし、ちょこっとして、でむしろ周りに一緒名所があるような感じですよね。なんとなくそういう人が行くときに、それで名前がついたんじゃないですか。富士山が見えるとかね、割と由緒のある坂の名前がいっぱいありますよね。暗闇坂はね、50年くらい前は若干暗い感じはあったですよ。木がこう湿ってて、まだ怪しい感じがあったの。古い屋敷のなんとかとかね、